まあ、分かりやすくこれ、まあ、仮に130としましょうか。ということは1ドル買うのに必要な日本円が130円だということになりますよね。あ、そう考えるんだ。そういうふうに1ドル買うのに130円必要ってことで、はい、ではあの去年の1月の段階で1ドルいくらだったかということを考えてみたいんですけども、実はですね100円ぐらいだったんですね。へー、はい、ですから1ドル、ちょっとこちらをねご覧くださいね。はい、かつてって言ったって去年ですよ、100円出すと1ドル買えたんです。ところが今は1ドルはこれ130円になってしまったということは、1ドルの買い物をするのに30円余計に払わないといけないというね。やっぱほら2割とか3割値上がりしているっていう感覚ありましたけども、外国のものは一律ですね、まあ、こういうね円安になると余計に円を積まないとこれまで買えていたものが買えないということですよね。はい、ここまでいろいろな数字出てきましたけども大丈夫ですか。あやみん大丈夫、あやみんついてきてる、レート日和、はい大丈夫です。あ、レート日和、もう完全にこの二人ちょっと苦しいんですけど、レート日和分かってる、分かります。レート日和分かったの、俺なんかついてったけど分かんない。はい、じゃあ30円、ね、余分に支払わないと1ドルのものが買えなくなってしまったということは、ちょっと何が起きるか、ちょっとこちらをご覧くださいね。はい、つまり30円分円の価値が下がったということですよね、はい、1ドル相当で30円分円の価値が下がったという、これが円安になった、私たちが持っている資産である円が安くなっちゃったということですよね。はい、なので円の価値が下がることを円安って言うんです。なんか円安って言うと物が安くなるのかなと思ったら違う、私たちの持ってる円の価値が下がってるんだということですか、ね、じゃあ日本から海外に行ったらもう高くなっちゃうんですけど、海外から日本に来るには安くなるんです。そこ、そこです。そなそうどういうキャラなんですか今。そこと、ても大切なとこなんですよね。まあそのね円安のいいところは後でお話しますけど、とにかく物価高のとこだけね先に処理しておこうと思いますけども、うん、まあその円安っていうと私たちにとってはあの物が高くなるということですよね、うん、はい、で円の価値が下がるとどんな困ることがあるかっていうのはちいちょくんならわかりますよね。今の説明からすると、はい、外国のものを買うときに、はい、高くなっちゃう。まさにそうですよね。たくさんお金払わなきゃならない。まさにそういうことです。さすがお兄さんがね、裏社会の経済の専門家だから裏だったかな。はい、円の価値が下がると外国から物を買ったときに今まで以上に日本円を用意しなくてはいけないということですね、うん、ちょっとこちらご覧ください。はい、例えばアメリカ産のオレンジが1個1ドルだったとしましょう。かつては100円で買えた、はい、で今30円安になるから130円積まなくてはいけない。100円で買えたものが130円になる、これはいいですよね、はい、だから外国のものを買うと前よりも値段が高くなる、はい、結構みんな理解してくれましたね。レータピが分かったら OK だね、はい、本当になんか全然理解できない。あ、出てないの。だってなんで30円高くなるのに価値が下がるのか分かんない。高くなってんじゃん。いや、安くなってる。だから高くなってるのはどれ払うお金、あ、自分から30円マイナスされてるから円安ってこと。そうだからね、円安ってことはドル高なわけ、うん、ドルが高くなっちゃってるのね。だからほらアメリカ産のオレンジはこれドルじゃないと買えないわけよね、うん、アメリカだからだ。そう、アメリカのものを買うときには1ドルなんだけど、昔は100円で買えたんだけど、今円安だから円が安い、価値が安くなっちゃったから、価値が安い、130円積まないと同じものが買えなくなってしまった。簡単に説明したら消費税上がったみたいな感じ。30% 多く払わなきゃいけなかった。だからうまい棒も2円払わないともう今買えないでしょ。ノア君頭いいな。え、じゃない、簡単に説明したらだから、うん、まあ、あの円安っていうのはレイタピが持ってるお金の価値が安くなったっていうこと。そう、安くなっちゃった。でも30円上がってるんですよ。だから買うのに、ドルが30円上がってんだよ。円が30円上がってんじゃないよ。ドルが30円上がっちゃったの。オレンジが30円になったんだ。そうよ、ドル、外国のものが値上がりした。だからレイタピの持ってるお財布の中のお金の価値が安くなっちゃった。レイタピが130円持ってたら海外にいた時は100円になっちゃうんだよ。そうだから、ああ、違う、一番わかりやすい。すごい、すごいじゃん。すごい。
今の一言分かった。よかった。じゃあ30円持ってなかったことになっちゃうってことか。そう。だから安くなっちゃう。ああ、それは安だ。うん、はい。日本でいろんなものが値上がりしてますね。よかった。外国ではどうかということを考えてみたいと思うんですけども、ノア君どうです？外国の物価ってどうなってると思います？え、外国の物価？ちょっとわかんない。わかんない。じゃあちょっとこっち見てください。世界中で値上がりしてます。なるほど。だって原油も値上がり、小麦も値上がり、いろんなものが原料が値上がりしてますね。日本の場合はさらにダブルパンチで円安が来てるから、うへーってなってますけども、外国でもとにかく物自体は値上がりしてますね。はい。このようにですね、まあ、世界的に見て、まあ、そんな日本っていう、まあ、我々がね生活している感覚の中でね、世界と比べて日本の物価って高いと思う、安いと思う、高いと思う人じゃないの、あ、高い気がする、高い気がする、はい、実は日本のものは安いんじゃないかと思う人、おお、三三で分か、あ、二安いのかな、三三で分かれたか、分かんないね、なんか海外安く買えるってイメージがある、あ、うん、そうそうそう、はいはい、じゃあ日本の高いくて、はい、世界各国の物価を比較するときにある商品の値段で比べることがあるんですね、その商品がみんなも食べたことあるでしょう、食べ物です、分かりますか、あやみ分かる、なんだろう、なんだと思う、ね、国際的にねよく比較されるものがある、分かった、マック、マクドナルド、ビモビモビモ、ヒントは、はい、正解こちらです、ご覧ください、すごい、これ、ね、俺ないほうかと思った、はい、俺マクドナルドの中でもこのビッグマックですね、はい、これね、ビッグ、あの、マクドナルド指数とかビッグマック指数とかいう、これちゃんとした真面目なあの、言論でもあの分析でも使われているものなんです、それなんでマックだと思ったの、あやみは、聞いたことがあったのかな、いや、ないんですけ ど、やっぱなんかこう降りてきました、降りてきた、うん、いや、今のは聞いたことないのにそれ言えたとしたら降りてきてるね、うん、はい、俺降りてこないんですけど、いや、降りてこないでしょまあ、お兄さんは知ってると思うけどね、はい、今日ケータリング何だったの、マックだったんだよ、マックも何なの、あ、そうだったんだ、ビッグマックもありました、ヒント狙ってたんだよ、はい、これね、あの世界マクドナルドは世界100カ国の国と地域で出店されているんですね、だから比較できるんですけども、その代表メニューであるビッグマックの値段でその国の物価がある程度わかる、そうなんだ、はい、あ、バラバラなんですか先輩、あ、いろんな国でそれぞれ値段がバラバラですね、はい、日本は第何位かちょっと見てみてほしいんですけども、ランキング今日こちら、めちゃくちゃ安い、はい、安いんだ、これね、ビッグマック単体の価格ですけど、日本は390円でしょ、単品、これスイス804円です、804円、セットじゃん、セットだよ、これアメリカ、あ、これセットじゃないからね、単品ですからね、え、高っ、はい、アメリカ669円、中国韓国より安いのよ、セットプラスなんか頼めるよサイドメニュー、確かに、え、これ何、頑張ってるから、そうじゃないの、これはね、まあ、いろんな要素はあるんですけど、とにかく大体物価、これ見るだけで日本は物価安いっていうのはここからも予測されてます、で、ね、あの、私ね、あの、よくスイスにね、スキーしに行くんですよ、かっこいい、見え発せないですか、はい、スイスってあのスイスですか、あのスイスですよ、ね、あの、小学校高学年ぐらいから毎年スイスに行くんです、嘘、自慢だ自慢、自慢だ、嫌な男だね、しかしね、びっくりしたのはスイスの中でもあのツェルマットっていうとこ、まあ、日本でいうとこの軽井沢みたいなちょっと高級リゾートなんで、そこのマックがさらに高いの、結婚した時にね、妻と2人で行って、ツェルマット の、マクドナルドで、はいはい、ビッグマック2つと飲み物とか取るでしょ、うん、コーラ、M サイズ、うん、それか、まあ、ナゲットつけてお会計いくらだと思う、2人で、でも3000円、4000円、4000円、答え8000円です、もうね、ぶったまげましたよ、え、大きさ一緒ですか、大きさ一緒、え、もう高級料理、高級料理になっちゃう、あ、ごめん、あとね、ポテトもついてたわ、うん、で、これだから、あ、ツェルマットだから、まあ、セット価格がなくて全部単品で、しかもこれ、別の町よりちょっと高かったから2人で合わせるとほんと8000円ぐらいになっちゃう、焼肉食えちゃうよ、もうね、じゃあもう海外行ってわざわざマック食べようってならないですよね、そのお金は、ならないよね、他のものも高いんですか、大体ビッグマック指数ってなるほどなと思うように、やっぱスイスは
めちゃくちゃ高いですね。武田さんはその頃は知らなかったんですか、その高いこと。高いはスイスの物価は特別高いっていうのは結構有名なんです。でスイスでお金払おうとするたびに結構ビビるんですよ。で、あ、それからスイス、ロンドンの地下鉄初乗りいくらだと思う。え、地下鉄初乗り。え、待って、ロンドンとスイスって一緒ですか。あ、近い、まあ、近い。ロンドンも高いの。日本がどんぐらいですか。日本は140円。140円、140円、160円とか、はい、300円、500円。答えはいいですか。ロンドンの地下鉄の初乗りを1000円ですから、ね。歩く、はい、歩くなっちゃう。4ポンドです。はい、そう、はい、もしもビッグマックの値段がね、スイスみたいに800円超えてたらどうですか。レジャピ食べる。うわー、ちょっといいです、ね、そこまで出して買いたくない。ちょっといい。390円持ってスイスにマック食べに行って買えなくて。俺だったら富士そば行くな。800円だったら富士そば、ね、そうですね、うん、はい、じゃあね、800円出すんだったらいいわっていう人いました。うん、海外の人はどうだと思う。みんな800円ならいいわってなってる。じゃあスイスの人たちのそういうアルバイトとかの月給も、月給、時給か、高いんってことですかね。まさにそうなんです。いいな、じゃあみんな。理由こちらです。そうなんだ、給料高いんですよ。だからすごい悩み。贅沢の差を突き放したなんかやだ今日。だからね、これね、ビッグマック指数っていうのは要するに日本人が、まあ、ビッグマックだったらこの額だったら、まあ、食べようと思う感覚 とスイスの人が、あ、このぐらいの額だったらビッグマック食べようって、その感覚が一緒なんですよね。だそれが300、だから日本人にとって300何十円っていうのはスイスにとってはもう800円ぐらいの感覚だと。まあ、スイス、あ、逆でごめんなさい。スイスの人にとって300いくらっていうことは、まあ、その380いくらと800円っていうのがもう同じ感覚なんですね。ええ、日本に来たらめっちゃ安いと思います。いや、もうびっくりするでしょ。ええー、っていう、もうマクドナルド入ったらスイスの人びっくりしちゃいますよ。マックしか行かないよ。チーズバーガー100円とか聞いたら。それはこの番組の視点でも安いもんね。これスイスに行けばもっと高くなるかもしれないね。はい、だからもともと物価が違うわけです。余計なこと言ったね今。はい、だからね、給料が高くて手元にお金がバッとあればですね、買えるわけです。まあ、ちょっとね、給料を比較してみましょうか。はい、世界と日本のね、給料を比べてみましょう。こちらです。またね、日本はね、意外と低いのよ、これ。そうなんですよ、これもう身に染みてるもん。だって日本はね、世界第3位の経済大国でしょ、うん、経済力あるんですけど、でも一人一人の収入はね、これ世界平均収入、年収ですよ、うん、516万円だって。これだってアイスランドとかルクセンブルクとか聞いたことないでしょ、うん、聞いたことない国に負けちゃってんの。そうです。だってアイスランドはね、こう火山の島ですからね、もうバンバン地熱発電ができて、それでみんなね、ウハウハ儲かってるわけ。そうですよね。アメリカは経済いいでしょ、うん、これ平均930万よこれ、すごい。ちょっとね、だいぶ違うでしょ。これね、韓国に負けてんだよ。確かに。はい、これだけね、日本はだからみんな収入ないからね。なんかみんなシーンとしちゃいましたけど、はい、それはこれアメリカに行って、うん、あのビジネスするってなって、それで儲かったお金を持って日本に帰ってきたら、うん、めちゃめちゃポケットマネーが増える。そうね、だから外国から日本に投資する人もいるわけ。あ、でちょっとね、物価の件で僕がしみじみと思ってることあるんだけど言いますよ、うん、ハイブランドって言ったよね、うん、まあ、別にどのブランドかともかく、まあ、まあ有名どころで言うとさ、ほらルイ・ヴィトンとかあるじゃないですか。大体長財布っていくらする？でも10何万でしょ、うん、だよね、はい、ふざけんなっつうんだよ。安くて8とかだよね。ビニール製じゃねえかと思う。いいですか、うん、私がこよなく愛してる財布を見せますよ、はい、あら、これです。かっちょいい。これはですね、おしゃれ。これは古臭いな。あのこれインデンといって、あの山梨県の伝統工芸品。これあの鹿のバックスキンの上にこれ漆で模様を描いてるんですね。漆で描いてるんですか。いいですか、鹿のバックスキンね。鹿のバックスキンで、バックスキンだから、あのなんていうのかな、ちょっとあのビロードみたいな革製のジャンパーとかあるでしょ、柔らかいやつだから、テカテカじゃなくてちょっとケバケバした感じ、うん、あれあの裏側でバックスキンだよね。でバックスキンだと弱いので、これ武田信玄が鎧を作るときに
漆で絵を描いたのね。そうすると軽くて曲がるんだけども、刀が入んないということで、でそれ で今はこれいろんな柄があってすごくこれ伝統工芸品なんですよ。で僕ここに行って社長に聞いたんですよ。これ日本のルイ・ヴィトンですねって言ったら、バカ者とはうちルイ・ヴィトンより伝統あるんですって言われるんですね。でこれね価格がね1万5000円なのよ。ていうか安すぎるわけですよ。だって片やビニールよ。ビニールですよ。でしかもねルイ・ヴィトンのホログラムってあれ日本の家紋のパクリだからね。そうなんですか。相当あれ日本の家紋ですから、あれを明治時代にヨーロッパの人が日本の家紋見て、ほらお店とかいろんな武家とかに、ま、あの家紋があってかっこいいってなって、それでヨーロッパ人たちが真似するようになって、それがルイ・ヴィトンですからね。だからねこれ15万円ってやったら多分普通に売れるのよ。1万5000円だから売れないのよ。いやいや違うよ、ノア君やっぱりさ今の熱血説明聞いても俺たちルイ・ヴィトン欲しいよね。ルイ・ヴィトンはいらないっていう顔してる。え、何がいい？僕え、なんだろう、グッチが好きか。あ、グッチ、ね、まあ、似たようなもんですけど。似てないですよ。似てないですか。そうですか。はい、まあ、とにかくですね、あの日本ってほら外国製品とか言うとそれだけでものすごい価値を見出すんですけど、結構日本のものいいものいっぱいありますからね、はい、他にもですね身近な商品の価格を年収ランキングトップのアメリカと比較してみたいと思います。こちらです。まあこれね、はい、日本の牛丼ですけども、アメリカだとこの値段ですよ。の一蘭なんてね、ラーメンこれ、ちょっとうちニューヨークに店出そうかしら。すごい、確かに。あ、これ見てこれ。やばい。島ホッケ定食いくらこれ？高っ。3000超えてますよね。どんな内容一緒なんですかね。まあ、もちろんね全く一緒じゃないんですけども、でも大体似たようなもの。ちょっとね日本人とアメリカ人で味付けの感覚が違うので、あとラーメンなんかも結構短めで、ほら吸えないから彼ら、あ、え、半分ぐらいの長さのラーメンだから。いや、そういうことじゃなくて、なんかこうトリュフがかかってるとかそういうことない？あ、それはないです。それはない。普通ですね。僕もあの一蘭は、外国でも食べましたけども、ほぼ同じ味でしたね。牛丼食べたことは同じ味でした、ね、アメリカとかって量ちょっと多いじゃないですか、はい、日本より、はい、そういうことはないんですか、ね、あ、ほらほら、波は波同士だからね。あの波って言っても大きいわけ、ね、それが一緒のサイズですね。はい、3000円は取りすぎじゃない？だこれだけ高くてもアメリカの人にとってはまあ別にほら年収高いからで全然 OK です。そうだから、お店側が作る値段っていうのは変わるんですか、うん、日本で作る やっぱ物価が全部高いよね。あ、原料も上がってる。そうだって家賃も高い、あと時給も高いもん、ね、時給も高い、まあ、だからあの提供する商品も高い、もう全部高いですね。いや、国の中にいる、うん、だけだったら日本人もアメリカ人もその母国は別変わらないけど、こう移動するってなったら結構変わっちゃう、ね、そうそう、だからこういう感覚のアメリカ人が日本に来るとってなるわけですよ。確かに、うどん300円って、だってニューヨークでね3ドルでまともなねランチなんか食えませんからね。もうカスみたいなやつしか食えない。あの日本はとにかく安くてうまいっていうのが外国人が見た時にびっくりするんです。あ、ニューヨークは安くてうまいものは存在しません。いや、マジマジで、もうロンドンパリも安いものイコールまずいもの。いや、でもうちの兄貴が、あの留学した時に2ドルで韓国デリで飯が働く食えたって言ってましたけど、うん、だからそれはどこですか、場所は。え、マンハッタン。マンハッタン、はい、それお兄さんの舌 の味覚細胞が働いてるんだよ。あとで問いただしておきましょう。はい、まあ、とにかく世界一の年収ですからね、高くてもね何ともなるわけですよね。かっこいいな。はい、物価が上がるってことはですね、今の話聞くと悪い話ではないはずなんですよ。なぜならばこちらです。景気が良くなれば物の価格が上がっていっても給料も増えるから OK というね。これあの、まあ、プラスのスパイラルということにも、ね、なるわけで、ちょっと次を見てください。どういうことかですね、はい、物の価格が上がると会社が儲かる、そうすると給料が上がる、うん、そうするとみんなもっと買う、景気が良くなる、そうすると価格が上がってて、これぐる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 回っていくと、これがプラスのスパイラルなんですが、まあ、よく日本であの言われるのは逆ですよね。値段が下がる、会社が利益出ない、給料上がらない、そうするとみんなね消費意欲が出ない、で景気が悪くなってって、そうすると、ね、また値段が下がる、買ってほしいから、うん、先輩質問、はい、ということは今アメリカは景気がいいってことですか。アメリカの景気はいいですね。いいんだ。はい、
もうね、先進国で景気悪いって言ってるのおそらく日本だけじゃないですかね。でも、はい、もう一回質問、はいはい、とは言っても今日ずっと教えていただいたように、はい、日本も物価上がってるじゃないですか、はい、ということは日本もそろそろ景気が良くなってくるってことですか。ただ問題なのはね、なぜ物価が上がってるかっていう理由なんですけども、うん、原料が上がってもう仕方なく価格転換って、これだとほらさっき言ったみたいに値段が上がって会社が儲かると、ここが繋がらないですよね。あ、会社が儲からないから。そうだからね、あの、インフレといっても、まあ、いいインフレと悪いインフレがあって、その原料が上がったからも仕方なく小麦が上がったから値段上げましたって、これ全然ここ繋がらないんですよね。先輩先輩、はい、あの僕の知ってる新橋のラーメン屋、濡れてに泡で値上げして稼いでるらしいんですけども、そこはじゃあ給料上がるんですか、ね、それはうちのことですか。だからうちはほら値段上がっても儲かんないですよ。はい、これ悪いインフレなんですね。だから日本でよく言うほら物価上昇目標とか言うじゃないですか、ここにはですね、そういうあの、燃料代が上がってとか、そういう原料が上がることによるものではない、純粋なあの、物価上昇のことを言ってるんですよね。だから感覚としては、あ、今景気いいよねと、今100円で売ってるものはもしかすると120円でも同じ勢いで売れるんじゃないかと、よしじゃあ120円にしようってやると、うん、ここつながるでしょ。これからどんどん景気良くなるから、うん、じゃあ日本の会社にその投資しようっていうわけでもないってことですよね。だからそれは日本の今後のね、だから経済政策とかいろいろなものを見て、うん、外国の人がどう見えるかっていうことなんです。そうか、今ね、うちの兄貴も言ってたよやっぱりね、あの物価どんどん上がるんだ、ギャラ下がってんだって。おう、なんかこうね、いろんな仕事やってギャラが下がってる、ギャラ下がってる。上がらない、横ばいがいいところで、あ、なるほど、下げられない、単価下がってる。まあそれはお兄さんに限らず、ほとんどの人がなんで給料上がらないんだっていうのはね、これ日本のね大問題ですよね。大問題だよこれは。はい、でね、世界は景気が良くなって、日本だけなんで景気が良くなってないのということで、世界はどう見てるか、今黒田君が言ってくれたのことについては、うん、まあ、ちょっとここですね、これが原因なんです。ん、分かるこれ、誰か、なんか分かる、なんか、はい、誰だ、日本の大統領、日本に大統領はいません。じゃあ、総理大臣、あ、岸さんは安倍総理のおじいさんです。じゃあ誰今、はい、岸じゃないんでしたっけ、聞く力のおじさんですからね。高田先生、ちょっと待ってください。その、はい、誰のことかちょっと気になるんですけど、はい、ちょっとその前に一旦 CM 行ってもいいですか。はい、どうぞ。口から。じゃあ CM どうぞ。口から、岸も惜しかったんじゃないの。まあ岸はちょっと惜しかったね。そうですね、岸っていう総理もいたんだけど。岸、はい、ここで、武田先輩に質問が来ております。どんな質問だ。はい、先を見通して、世界的な食糧問題を考えると、うん、どんな国に投資をしたらいいのか教えてください。はい、これなかなかねスパーンと言いにくいんですよね。その国だけで言えるものではないからなんですけども、うん、ただね、日本の今後経済がこうめきめき良くなっていくっていうイメージはなかなかつかないですよ、今 あの政府の、ね、感じを見ると。そうすると、まあ、あのただね、どっかの国、まあ、これ難しいんですよ、外国に投資するってことは、じゃあその国の通貨が落ちちゃったら、せっかく増えても通貨が安くなっても損になっちゃうので、でも逆にこの通貨を分けるっていうのはいいですね。で、僕がいつも昔から言ってるのは、もう円は大変信用できる通貨ではあるけれども、今後どうなるか分かんない。それを考えると、財産の一部を、まあ、ドル建て、もしくはポンド建て、ユーロ建て、まあ、そういうちょっと日本円とは別のね、それなりに力のある国の、通貨に振り分けて持っておくっていうことは、こうリスク分散になりますね。あとそれからね、儲かりそうな話っていうのは必ず裏があったりリスクがあるわけですよ。だからハイリスクローリターン、で、ローリスクだと、だからごめんなさい、ハイリスクローリターン、ごめん、逆だ、ローリスクハイリターン、ローリスクハイリターンってものがあればいいんだけど、なかなかなくって、あるのはハイリスクハイリターン、ローリスクローリターンのどちらかなんですよね。だからあの、まあ、ちょっとでもあのリスクが低いんだけども同じぐらいのリターンがありそうなものとかって、ちょっと良さそうなものを選ぶぐらいでしかないので、だからいい話には裏があるので、だからこれを買えば儲かるみたいなものはないんですね。そうするとね、今ちょっとね、休憩中にね、ノア君がいいこと言ったんですけど、通貨持ってると価値下がるだけだよねっていうね、そうなんですよ。そうすると今日本で何が起きてるかっていうと、土地の値段が上がってるんですよね。あとそれから世界的に言うと金の価格が上がってるんですよね。
だから金って物なので、あのだから通貨を売って金を買った人今ものすごい儲かったりするわけなんです、まあ、なあんまり短期間で、ね、売り買いというよりもちょっと長期的に視点に見て、もう長期的な視点を持って、まあ、どのぐらい通貨で持つのか、どのぐらい物で持つのか、で物っていうのは例えば土地もあるかもしれない、マンションもあるかもしれない、金とかもある、ダイヤモンドもあるかもしれません、一部物で持つっていうのは賢い判断だと思うんですね。ただ物で持ってても物の価格の上下はあるかもしれないけども、あの投資みたいに収益、あの、ね、そのあの持ってるというだけで、利息がつくわけではないのでね。だからまあそういうので、まああのまあ、ハイリスクなものを持ってもいいかもしれないけど、ちょっとにしましょうね、はい、なのでもうリスクの高いもの、低いもの、それからあの、まあ円建て以外のものに分散する、そういう風にしてできるだけあの安定感を持たせた方がいいかなと思うんですけども、まあそれはですね、ちんいちろうくんのお兄さんも詳しいと思いますからね。お兄さんからどんなこと聞いてますか。やっぱりあの自分に投資しろって言って言われてます。あ、素晴らしい答えじゃないですか。自分に投資しろ。だからあの綺麗なお姉さんのいると飲み行ったりとか。そっちか。そっちか。悪い教え方しますね。そう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 。めっちゃいい言い方してる。途中までちょっと納得してたんだけど。でも自分に投資するっていうのはこれはいいですよ。間違いがないからね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい。はい、本日は、武田恒康先輩に物価上昇について、授業していただいていますが、ここからは、物価が上がっても日本の景気は良くならない理由について、教えていただきます。はい、先ほどこういう説明をしたと思いますね。ちょっと見てください、はい、景気が良くなれば物の値段が上がっても給料も増えるから、まあ、大変じゃないかということですよね、まあそうですね、物の価格が上がっていく、給料が上がっていく、まあ、そういうプラスでどんどん回っていけばいいんですけども、うん、日本はそうなかなかならないわけですね、うん、そもそもまあ今あの、まあ、原料高でもう無理やりみんなひいひい言いながら物価が上がってますけども、うん、それはさっきから言ってるようなプラスの意味の、あの景気がいいからちょっと価格上げていこうかっていう、うん、そっちの値上げじゃないわけですよ。だから利益が出ないから、あの給料に反映しないということになってくるんですね、はい、でね、日本が、まあ、なかなか景気が良くなりそうに見えないわけなんですが、その理由として、まあ、日本のトップがね、こういう感じだとね、